ダムの船舶航行口 S-1 ダム上のサンクトペテルブルク環状道路、サンクトペテルブルクダム、またはサンクトペテルブルク洪水防止複合施設はロシアが E2 の都市サンクトペテルブルクを高潮による洪水から守るためにフィンランド湾に2011年に観光した防潮堤で長さ 25km。ダム上をサンクトペテルブルク環状道路も通っていて、 ワンの海水の浄化施設もある複合建築である。ダムは、ファインランドワンの真ん中のクロンシュタット群港がある、コトリン島を中心にして、北と南へ建設されている。総延長2 5トルで5メートルの高潮に耐える設計で、北と南にそれぞれ船舶を通す口がある。1980年代に建設を始めたが、1990年代の、 ソ連崩壊の混乱時期に建設中止になり、その後継続されて2011年に完成した。サンクトペテルブルクは17世紀にネバ川の河口の湿地を埋め立てて建設されている。このため高潮には弱く、都市建設後に何回かの高潮という自然災害に襲われている。1824年の高潮被害が、 最もひどく、通常の海水くらいから4.2メートル高くなり、外交官、作家のアレクサンドル・グリボエードフは、全運河の騎士はなくなり、全運河は一つになってしまった。夏宮殿の年輪100年の木々が倒れて、地面から投げ倒されて、軒並みの下をさらけ出していた。と書いている。高波が引いた後は、569人が亡くなり、数千人が怪我をしたか病気になり、 300棟のビルが流されてしまった。この事件は、サッカーレクサンドル・プルシュキンが、長編詩「聖堂の騎士に書いている。この他に1777年にも1924年にも、記録的な高潮があった。最近の例では、1998年10月18から19日には、高潮が2.2メートルに達している。 サンクトペテルブルクダムの計画防潮堤の建設は、ロシア帝国の政治家、科学者が提案してきた。しかし、ソ連時代に計画が具体的になり、1955年の洪水の経験で計画を具体的に推し進めるように,になった。いくつかの案が出され、総延長 25.4km で11のダムをつなぎ合わせ、6路線の道路を通すような計画になった。 1979年に傍聴艇の建設が始まり、1995年まで続いた。しかし、ソ連の崩壊の混乱で建設は中止されて、やっと2005年に建設が継続されて、2011年8月12日に、プーチン大統領が出席して、サンクトペテルブルク環状道路の観光と合わせたオープニングがあった。総工費は1 9 0億ルーブルに上り、 11のダムをつなぎ合わせ、ダムで囲われたネバ湾の海水を浄化する11の施設がある。ダムにより海水の自然の流れが滞り、ネバ湾の海水の汚染が心配されている。クロンシュタットは世界遺産であるが、このダムの建設で一部が破壊されている。ありがとうございます。